なぜ数億もの大金をかけて部数を作るのか。どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回話していくのは洋芸の女性キャラ部数が多い問題について。ちょっとセンシティブな話になるんで低評価が多くなるかもしれないんですけど、割と男性ゲームはよく思ってることだと思います。皆さんも経験したことないですか？ E3 で発表されたトリプル A タイトルの洋芸、機器として発売日を迎え、いざプレイしてみたらメインの女性キャラをはじめ NPC も全員ブス。おいスカイリム、お前のことや。まあちょっと調べてみたところ、海外では近年ポリコレの問題で美人キャラを作りづらいということですね。ポリコレっていうのはポリティカルコレクトネスの略で、まあ簡単に言ってしまえば平等にしようやみたいな感じのニュアンスですよね。ゲームにおける種族や見た目、人種、民族、宗教とかたまーになんかゲーム内のキャラが差別やなんやとか言って問題になってキャラの見た目変わったりすることありません？あれがまあポリコレってやつですね。代表的なんで言えば、まあ変わってはないと思うんですけど、ポケモンのルージュラ、こいつ黒人の方の特徴的イメージをガンガンにむき出ししててマジで激おごらしいですね。ちなみにルージュラはガングロ女子高生とかを参考にしたとかなんとか。まあこんな感じでポリコレを意識した結果、平等な容姿にしようとしてブスができているわけですよ。いやーでもここでなんとなくですけどね、平等イコールブスって逆に差別ちゃいますのって思ったんですけど、僕がこういうミラーズエッジの主人公とかホライゾンゼロドーンのアーロイがブスっていう感性を持ってること自体がポリコレに違反しているっていうのはマジで感性の問題になっちゃうんですけどね。いやでも皆さんこれ見てくださいよブスでしょ。どう見ても美人とは言えないと思うんですよね。アーロイはまあ100歩譲ってブスか美人かなら美人にもなれるかなと思うんですけどね。まあこういうのはさ、誰見てもブスやん。まあ失礼ですけど、昭和時代やったらほんまに惨殺レベルの話のことを言うんですけど、危篤状態の天皇陛下にスッてこれ見せてもブスでございますって言うやろ。それくらいブスが多いんですよ芸は。ただ僕らがブスと思っているのは、実は外国の人たちから見れば美人なのかもという疑問が出てくるわけですよ。最近はポカホンタス女子とか流行ってるじゃないですか。白人の彼氏持ちの女子9割ポカホンタス女子じゃないですか。ロングヘアで片側にかき上げてぴっちりな服装で唇うーんってしてどっかの写真撮っちゃう系ポカホンタス女子。ああいうのは海外で受けてるからポカホンタス女子がいるわけじゃないですか。まあでもね、割とそういうのって雰囲気が好きな的なところがあると思うんですよね。やっぱりね、でも人間の顔の美しさの認識っていうのは世界共通だと思うんですよね。そんな僕は調べてみました。でベセスタ.スカイリムではもともといくつかの女性キャラクターのモデリングを美形にする予定だった。しかしそのスクリーンショットを公開したら TES の世界観にふさわしくないと大不評で多くのクレームが来て、ブサイクのモデリングで作り直したんだ。まあつまり外国の人たちもブスと思いながらもキャラデザインしているっていうわけですよね。よかった。まあブスを作る理由もまあわかるんですよね。特にアメリカなんかは人種が多様な国ですから、ちょっとしたことで文句をつけたくなるのもまあわかるんですよね。でもさ、ゲームやん。所詮ゲームやん。まあ、されどゲームって言われたら終わりですけど、平等とかゲームの中まで配慮しやんでええやんと思っちゃうんですよね。ルージュラを見てくれよ。僕たちを似ているじゃないか。これは最高のプレゼントだ、ニンテンドー。マダファーク。みたいな感じで笑い飛ばしたらいいのになーって思うんですけどね。まあ、しゃあないですか。そうですか。でも最近はマシになってきたかなと思います。一番よくわかってるやんって思ったのはやっぱりウィッチャー3。それは中にはブスキャラもいますが、メインストーリーに関わってくる女性キャラクターは全員美人。ただやはりポリコレの抑止は発動されるんです。ウィッチャーではそんなにはないんですけど、美人キャラクターは最悪な死に方をしたり、救いようのない状態になったりと、美人やけどひどい目に合わせるでーというバランス調整を行っているゲームも割と多い。これで満足するんですかね。ちなみにウィッチャー美人が多すぎると海外の4チャンネルで袋叩きになっていました。本当お願いします。個人的でお願いです。こういう男心をくすぐるキャラクターを作ってください。とか言っちゃうと、まあ差別にうるさい団体の人たちが、女性を性的に見るなって言うんですけどね。まあいやいや、それはしゃあないやん。あんたのパパとママも性的に見合って夜の営みによって生まれたわけであって、男性は女性を性的に見るのはしゃあないですやんって思うんですよね。加減は知らなあかんと思うけど、さすがに美人くらいは登場させてや。逆にイケメンばっか出てくるアニメの登場キャラが全員ブスやったら嫌やん。まあ逆に見たいか。でもそういうもんやん。結局みんな美男美女が好きやん。その点日本は割と寛容ですよね。寛容というより声を上げる力がないのか、単に興味がないのか。本当スクウェアエニックスはいつも美人キャラを作ってくれてますね。ライトニングさんをはじめ、アヤブレやティファ、いやもうありがとう。まあでもここまで来るとブスがいるからこその洋芸らしさ的なものは板についてきたと言いますか、逆にブスがいるから安心するとかね。
まあなんかようわからんことになってきましたね。でもやっぱり美人作って。ということで今回の妖怪の女性キャラにブスが多い問題の動画。まあ皆さん思うことはいろんなことがあると思います。ぜひコメント欄で皆さんの思う存分コメントしてください。よかったら低評価もグッドボタンもお願いします。そしてチャンネル登録、インスタグラムやツイッターもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ギャバスでした。ほらまた。よいよいよちゅうことで今回はですね、尺を稼ぐレイディオ、つまり尺稼ぎレイディオということで、まあそういったものをやっていこうかなと思いまして、まあこのレイディオでは何をするのかと言いますと、まあ尺を稼ぐのがまあ第一目的なんですが、基本的には皆様、まあ数少ないですが7万人という数少ない YouTuber をやらせていただいております私なんですけれども、視聴者様の皆様からいろんなですね、お便りではないですが疑問やら質問などが来るので、こういったものをここでちょっとね回答していこうかなと思って、この場を作らせていただきました。じゃあですね、まずなんでキャベツっていう名前なんですかっていうのがよく来るんですが、これはですね、昔2014年ぐらいですね、僕もともとニコニコの方で活動してたんですけど、そこでですねスカイリムという、PC ゲーム、まあプレイステーション4やプレイステーション3でも出てますが、あとスイッチも出てるね、まあそういったところで発売されていますスカイリムっていうベセスタソフトワークから発売されているまあ、オープンワールドをやってたんですが、それで、回復アイテム、回復アイテムでいいのかな、あれ。で、キャベツがあるんですよ。で、それだけを、まあ、回復アイテムはキャベツのみっていう縛りで、キャベツしか食べてはいけないスカイリムというね、ゆっくり実況なんですけど、そういったものを挙げておりまして、そこからキャベツという、名前になりましたね。で、そこからしばらく1年ぐらいはもうずっとゆっくり実況やってて、で、なんかゆっくり実況作るのめんどくさいなぁと思って始めたのがホラー実況をやったことあるんですけど、まあそんなね受け悪くて、でユーザー登録とかもすっげー減っちゃって、うわやっばーと思ってまたゆっくり実況に戻したりして、なんかねいろんな流れがあってですね YouTube に来たんですよね。あとはもう答えることがないので、Twitter の質問箱に来たやつをちょっと返していきましょうか。子供のなりたい職業ランキングの1位が YouTuber らしいんですけど、なりたいと思いますって聞かれてますけど、まず僕は YouTuber をやっているという自覚はあまりなくてですね、もうほぼほぼ趣味みたいな感じでやってて、まあ本業がね別にあるので、僕はまあそういう感じでやってるんですけど、なのでね、そういった子供のなりたい職業っていうのはさ、ある意味高校出るか大学を出てから、あるいはそのうちにやりたいってことやんね、社会に出ずにっていうことを言ってるのであれば、まずはバイトをしてお金を貯めてとか、いろいろ普通のことをやった方がいいと思います。なぜかというと、まあ一応ねこの世界は社会という規範の中で皆さん生きているので、そういったね常識を知らないと、本当に YouTuber とかいう特にモラルとかね、そういったものが何ていうの、縛られているという感覚を忘れてしまうような場所なので、さらにねそういったところを認知している人でないと、成功とかはまあ別かもしれないですけど、問題を起こしやすくなると思います。なのでサラリーマンとか何とかするなりしてやったらいいのと、あとはまあ学生のうちにパパッとやった方がいいと思います。なんかいつかやるっていうのは絶対やらないので、もう小学校時代からやればいいと思うね。やるんやったら、まあ俺が小学校の時やるんやったら、まああれかな、好きなあの子のリコーダー舐めてみたとかな、あとは体操服に精子ぶっかけてみたとか、まあ、そういったねさ、なんか小学校やったら別になんか可愛いなこいつみたいな感じでならんか、まあそういうことをねやったらいいと思いますよ。なのでいきなりその YouTuber っていうものを職業って知ってあんまり見ない方がいい気がするんよね俺は。職業っていうよりはなんかもう、まあ職業なんかな、たまたまお金が生まれているっていうような感じがするから、まあでもこの先いろいろ変わるしね、考え方も変わってくると思うので、好きなように生きた方がいいと思います。好きなように生きて、失敗したら失敗を糧にして、
そして周りにいる人に感謝してください。そして恩返しをしてください。お父さんお母さん家族、やっぱりね、自分のことを大事にしてくれています。なので皆さん、身の回りを大切にしましょうと。じゃああと3個ぐらい答えますか。キャベツの千切りさん、今まで一番怖かったホラーゲーは何ですか。アウトラストっていうゲームですね。あれは怖かった。どうしたら直接伝えずに異性に脈ありって思わせることができますか。太ももに油性ペンでメス豚って書く。チャンネル登録をすると広告収入が入る。